この辺りだと思うな。お前は強き者か。現れたか。お前が噂の辻斬りだな。辻斬りだと？くだらん。私は正々堂々と剣を交えておるだけだ。どの被害者を見ても一方的に切り捨てられているように見えたぞ。剣を持つ者同士が剣で戦う、これは歴史とした勝負事である。一方的に見えたのであるなら、その者らの技量が低すぎたということだ。そう考えると百年足らずで剣士の力随分と衰えたということだな。嘆かわしい。ざれ言を。勝負事だというのなら、私とも正々堂々と戦ってもらおう。おお、良い気を放つ。望むところだ。悪いな、俺たちとも戦ってもらうぜ。辻斬りとかやめなさいよね。貴様なんか、久方ぶりに相手をしてやるのも良いが、今は百年ぶりの強き剣士との出会いに胸を躍らせておるところだ。この空間がどのような仕掛けのものかわからんが、踊らせてもらうぞ。あれはラン、抵抗しないで避けて。マジかよ。斬鉄剣。おお、かわしたか。はっやはり貴様は百年ぶりに出会えた強者であろう。しかし剣を持たぬ者とは戦えぬ。新たな剣を手に私の前に再び立つがよい。一筋の金色だ。悪魔のしもべ、オーディンの弱点。ああ、あんたは彼らを直接知っていると聞いた。だからもし何か知っているなら教えてほしい。オーディンか。あ、一つ当時の噂なんだけどね。来たか。私の前に同じ剣で立つつもりか。ああ、ただ一つ試させてもらう。ダミューン。そやつまさかラムーの孫だそうだ。そうだ。どこで聞いたか知らぬが、それが貴様の奥の手か。ああ、ダミュー。どうした？顔色が悪いようだが。うるさい。こたびこそ真っ二つにしてくれる。あれあれ？もしかして雷が怖いの？あ、そういえば昔もラムーニだけは頭が上がらなかったような。へえ、それってマジ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 ？な、そんなことないわ。今
これはお前の技量が私の技量を超えた証し。強き剣士に出会え満足だ。良い戦いであった。とはいえギリギリだったな。しかしこれで辻斬り騒動も終わりだ。ラミュー、ありがとうな。ラミュー。それとラーンとレーンの陰ながらの助力にも感謝しよう。あとは